世界戦が決まったらしいな。まずはおめでとうと言おう。久しぶりに親父が機嫌よくお前の名を口にしたよ。世界チャンピオンになればうちに戻ってきてもいいと言っている。迷惑ばかりかけてきたんだ。死に物狂いで恩返しをしろ。迷惑かけたつもりも恩返しのつもりもさらさらねえ。俺は人のために戦ってんじゃねえんだよ。殴り合いの延長がたまたま物になった程度で戦うなどと一人前の口を聞くな。どれほどお前のことで恥をかいたか。そう、我々にとってお前の存在そのものが迷惑。貴様が積み重ねた数々の暴力沙汰、その全てが我々の顔に泥を塗った。親父が奔走しなければ少年院は免れなかったこともある。感謝しろ。頼んだ覚えはねえよ。中学の時うちを追い出されて俺は一人で生きてきたんだ。誰に文句言われる筋合いもねえ。そう怖い顔するな。俺はこれでも認めてるんだぜ、お前のことを。どうしようもない奴だと思っていたが、今や世界の頂点に手をかけているんだからな。取れよ世界。勲章の一つでも持って帰りゃ、会社の一つ二つ分けてやるよ。持って帰る。これで俺も、守という弟がいるって言える。四人兄弟だったと知りゃ、みんな驚くぜ。世界チャンピオンになれば、お前も一応の踏ん切りつくだろう。殴り合いの遊びは終わりにして、うちに帰ってこい。地に足をつけた生活をするんだ。ベルトを取ったら挨拶に来い。待ってるぜ。そういう人間だったっけな。相変わらずだぜ。帰るだと。そこには俺の居場所はねえ。俺の居場所は一つしかねえんだ。殴り合いの遊びか。違うぜスグラニー。俺の居場所はリングしかねえ。失ったら生きる場所がねえんだ。俺にとってボクシングは生存競争なんだよ。生きる場所を守るために戦うんだ。